ツダ・ヤンコビッチこと、ツシカ・ヤンコビッチは、ブラジルの女性総合格闘家、元プロボクサーである。セルビア・ヤゴリナ出身。当時のユーゴスラビア史上最年少となる11歳で、空手の小刀間黒帯を取得。1994年欧州選手権で銀メダル、世界ジュニア選手権で銅メダルを獲得する。 キックボクシングでも1996年から1999年までセルビアチャンピオン。1998年と1999年にはバルカンチャンピオンに君臨。1999年、ユーゴスラビア紛争のためブラジルに移住。2001年から2003年までブラジルチャンピオンとなった。2002年、ブラジルのボクシング元世界チャンピオン。 アセリのフレータスの下でボクシングに転向。2005年にアルゼンチンで開かれた第1回パンアメリカン女子選手権で銅メダルを獲得。直後の2005年7月23日にサンパウロでプロデビュー。ギジャミーナ・フェルナンデスを4回以降で下す。4回戦を3戦連続個勝利した後、4戦目でブラジル王座に挑戦し、レティシア・ロホを倒し、 ボクシング初タイトル獲得。2006年11月25日、ダリースパルドとビバ世界ライトウェルター級王座、決定戦を争い、3者ともフルマークの判定で勝利し初の世界王座獲得。2007年3月17日、ベリンダ・ララキュエンと相手に初防衛戦を行い、判定で初防衛。続くパオラ・ロジャース、リリアナ・パルメラも下し防衛回数を3に伸ばす。 2008年4月19日、ノンタイトルとして、ダリスパルドとのリマッチを制する。2009年6月5日、初となるアメリカで2階級制覇をかけ、ホリーホルムが持つ、ビバ世界ウェルター級王座に挑むが、4階に、ドクターストップが入り、プロボクシング初の敗戦。2010年5月29日、ザンビアで、エスタフィリと空位のビバライトウェルター級王座を争うが、 零から三判定負け。2011年4月29日、フランスでアンソフィー・マシスト空位の WBO 女子ヨーロピアンウェルター級王座を争うが、3回 TKO 負けを喫し王座獲得に失敗。2012年3月16日、エリス・パチェコと WBO 女子世界ライト級王座を争うが、零から三判定負け。これを最後にボクシング引退。 その後、アントニオ・ホドリゴのゲーラ率いるチームのゲーラに入門し、総合格闘技に転校。9月8日のビテッティ・コンバット12での、ジェシカ・アンドラージ戦でデビューするも、ギロチンチョークを決められ敗れる。2013年3月9日、ビテッティ・コンバット14にて、ダニエラ・クリスティーナから、総合初勝利を奪う。2013年7月13日、インビクタ FC6 にて、 ミリアム中本と対戦も TKO 負け。ありがとうございます。